海軍記念館、旧機関学校大行動海軍機関学校とは、日本海軍の機関化に属する士官を養成するために、1881年から1887年と1893年から1945年に設置した軍学校である、旧海軍三校の一つ、1930年頃の海軍機関学校戦前、舞鶴といえば、 海軍機関学校を意味した。1874年、横須賀に海軍兵学寮分校が置かれる。1878年に海軍兵学校付属機関学校となる。1881年に海軍機関学校となる。1887年に廃止される。1893年に再オけされる。関東大震災によって校舎が離災したため、 1923年から1925年は、江田島の海軍兵学校内に移り同校生徒と共に教育を受ける。1925年に、京都府舞鶴に移転する。1942年11月に、従来、将校を陛下と機関科とに区分していた、将校制度が改正されて、機関家将校が将校へ統合されたことに伴い、 1944年10月に廃止され、新たに海軍兵学校舞鶴文校となる。ただし、機関学校の名称は横須賀、オークスに季節の海軍後期学校が改正して継承された。舞鶴文校は1945年11月30日に廃校となる。機関術、整備技術を中心に、機械工学、科学技術、設計等メカニズムに関わる。 あらゆる事象の研究、教育を推進した。また、機関科小校の十科学校であり、東端技能や造船技術の訓練を可視官に施していた、後期学校が並行していた、大正3年昭和3年の間は、後期学校に代わる組織として、練習科を併設した。なお従来の機関小校育成コースは、生徒化と称した。また、将来小校となるべき、 生徒以外にも、巡視官及び可視官を専修学生として教育した。麻生武平六等出身、1880年11月26日、ニルケーファン少々、1882年6月16日、中村倉之助中将、1882年10月陽気牧永義中将、 1885年6月29日。ありちしの上ょう少々。1886年6月17日から1887年7月15日廃止。吉田定一機関代言。1893年12月20日から1897年12月28日。ゆち忠だし間期間相1897年12月28日から。 英峰県高機関大名。1903年12月31日。山本康次郎機関少々。1905年11月4日から1908年8月28日。長峰県高機関少々。1908年8月28日から1910年12月1日。下城おとまる機関少々。 1910年12月1日から1911年12月1日、市川聖治郎期間少将、1911年12月1日から1913年12月1日、武田秀夫期間中将、1913年12月1日から1914年4月1日、鴨の伊豆沖間少将、1914年4月1日から1916年4月1日目、 佐崎光介期間少々。1916年4月1日から1917年12月1日。船橋千夜期間中場。1917年12月1日。平塚保期間少々。1921年9月1日から1923年5月25日。池田和三郎期間少々。1923年5月25日。岡崎忠子期間中場。 1924年7月25日、清水徳一少将、1925年4月15日、山下隆八郎中将、1928年12月10日から1929年11月30日、黒田拓馬中将、1929年11月30日、小野寺博少将、1931年12月1日、上田宗重中将、 1934年5月10日、金田一郎少将、1935年12月2日、平岡中将、1938年11月15日、鍋島主明中将、1941年11月20日、柳原博光中将、1943年10月25日から1944年10月1日、海軍兵学校へ統合。 舞鶴文庫となる。ありがとうございます。